皆さんこんにちはゴブリンスレイヤー役の梅原裕一郎です、えー、いよいよ10月6日からテレビアニメゴブリンスレイヤーの放送が開始いたします、えー、僕が演じるゴブリンスレイヤーはですねその名の通り、えー、ゴブリンを倒していくことに、えー、まあそうですねそこに生きがいというかそれが生きる意味であるというキャラクターなんですけれども、えー、まあ全身甲冑に包まれていて表情が見えない とというところでなかなかこう謎が多いキャラクターではあるんですけれども物語進むにつれて少しずつその謎も明かされていくと思います、えー、そんなゴブリン・スレイヤーなんですけれども、えーま、ダークファンタジーと銘打っておりましてま結構第1話からですねショッキングなシーンなんかもありますけれどもぜひ皆さんに見ていただいてその面白さを、えー、分かっていただければなと思っております、えー、放送開始まであと11日 放送をお楽しみに。そして明日は女新幹役の小倉優さんが担当いたします。バイバーイ。